トウカちゃん、今日はご機嫌だね。うむ、昨日シドウに楽しいところに連れて行ってもらったのだ。ほう、やるじゃないか、いつかも。殴ったり叩いたりしてとても気持ちが良かったぞ。うわ、いつかくん、一体どんな趣味のお店に行ったの？違うぞ、俺たちが行ったのは。あ、ちょ、なにこれ、味いくわ。はい、返す。あ、どうも、ポケットに入れっぱなしで忘れてた。なんで裸？レネに言われたのだ。写真を撮るときには服を脱げと。誤解だ、誤解。